皆さんこんにちは。今回の動画では法人及び教育機関向けにリリースをしている Surface のラインナップについてご紹介をしたいと思います。皆さん Surface というとツインワンタイプ、こちらの印象が非常に強いと思いますけれども、現在ではこのツインワンタイプの他にノート PC のタイプ、こちらもラインナップを揃えています。ツインワンタイプの Surface は小型軽量で非常に持ち運びに優れたデバイスになっていまして、それぞれ LTE を搭載したデバイスもリリースしていますので、モバイルワーク、外出先での作業、こういったところに適したデバイスになっています。一方ノート型のラインナップについては画面の大きなデバイスも揃えていますし、またキーボードの打鍵感ですとかトラックパッドの操作性、こちらが非常に優れたものになっていますので、オフィスですとかご自宅で集中して作業したい、こういったシーンにですね、適したデバイスになっています。それではそれぞれをですね、順を追ってご紹介をしていきたいと思います。まずは Surface のツインワンシリーズについてご紹介をしたいと思います。今回の新製品のリリースでラインナップが4つになりました。ディスプレイのサイズですとか CPU の違い、こういったものがございますので、皆様の利用シーンに合わせてデバイスを選択いただくことができます。それでは実況をご覧いただきたいと思います。こちらが Surface ツインワンの4つのデバイスになります。こちら 10.5 インチのディスプレイサイズを持つ Surface Go 3です。最も小型軽量な Surface の2インワンシリーズになります。今回のリリースで第10世代の Core i3 プロセッサーを搭載するモデルをリリースしましたので、非常に軽量かつパワフルなデバイスになっています。こちらは 12.3 インチのディスプレイサイズを持つ Surface Pro 7 Plus になります。継続の販売になりまして、今まで Surface Pro シリーズはこちらの筐体の大きさでリリースをしておりましたので、タイプカバーですとか周辺機器継続してご利用いただくことができます。また USB-A のポートも搭載しているデバイスになりますので、そういった意味でも継続性のあるデバイスです。こちらが今回の新製品のリリースで新たに加わった Surface Pro 8になります。13インチのディスプレイサイズを持つ Surface Pro シリーズになりますけれども、今までのデバイスに比べてベゼルの部分が非常に狭い設計になっていますので、 12.3 インチの Surface Pro 7に比べても大きさは変わらずですね、ディスプレイサイズが 12.3 から13インチと大きくなったデバイスになっています。またキーボードもですね、新しい設計になっていて、こちらペンが格納できるキーボードとなっています。このペンも新設計のペンになっていますので、 Surface の2 in 1シリーズのペンのエクスペリエンス、こちらが非常に優れたデバイスになっています。同じく13インチのディスプレイサイズを持つ Surface Pro X です。こちらは CPU としてマイクロソフトが設計した CPU を搭載しています。非常に軽量で薄型のデバイスになっていまして、今回のラインナップで Wi-Fi モデルも追加しましたので、ラインナップも充実した軽量で持ち運びおよび起動の性能非常に高いですね、デバイスになっています。こちら紹介している4つのデバイス、それぞれですね、 LTE を搭載したデバイスもリリースしていますので、モバイル性能非常に高いツインワンのデバイスになっています。続いて Surface のノートタイプシリーズです。 Surface のノートタイプシリーズ Surface ラップトップは、今回のリリースで Surface ラップトップスタジオを加えましたので3つのラインナップになりました。ディスプレイのサイズの違い、 CPU のサイズの他にフォームファクターの違いもございます。皆様の利用シーンに合わせてノートタイプも選択いただくことができます。それでは実機をご覧いただきたいと思います。こちらが Surface のノートタイプのシリーズ、 Surface ラップトップのラインナップになります。3つのラインナップになりますけれども、ディスプレイのサイズの違いを持つデバイスがございますので、4つの携帯になります。まずこちらが Surface のラップトップ Go というデバイスです。 12.4 インチのディスプレイを持つ最も小型軽量なラップトップタイプのモデルになります。特徴としてはこの電源ボタン、こちらが指紋認証装置になっていますので、顔認証ではなく指紋認証での Windows Hello ログインができるデバイスになっています。続いてこちらのデバイス、こちらが Surface ラップトップ4のデバイスになります。まず私が手に持っているのが 13.5 インチというディスプレイサイズを持つラインナップ、
また私の右側にあるのが15インチのサイズを持つデバイスになっています。このようにディスプレイサイズの違いを持った Surface Laptop 4シリーズになります。ディスプレイサイズの他にこのキーボードの周りのフィニッシュ、こちらが特徴的なデバイスです。この 13.5 インチのアイスブルーというシリーズには布素材アルカンターラという素材を使ったキーボードの周りのフィニッシュになっています。一方この15インチのブラックのシリーズはメタルの素材です。このようにディスプレイのサイズの違いだけではなくてキーボードを打った時の手の感触といったものも非常にこだわったデバイスになっています。 Surface Laptop シリーズの中では一番ベーシックなノートタイプのデバイスです。最後にこちらのデバイス、今回の新製品のラインナップで加わった Surface Laptop Studio になります。ディスプレイサイズとしては14インチのディスプレイサイズを持つデバイスになっています。大きな特徴としてはこのディスプレイがですね、このノートタイプ、ラップトップタイプの形だけではなくてこの前に出てきてこのディスプレイに集中できるモード、またさらにこちらを倒してですね、このラップトップスタジオのキーボードの下についている格納されているペンを使ってタッチですとかペンでの描画、こういった形に最適なモードを持つデバイスになっています。で、ラップトップスタジオの方はこのディスプレイサイズ、ディスプレイの形の変化の他に CPU が非常にパワフルなものになっていますし、また GPU を搭載したデバイスもリリースをさせていただいています。 Surface のラインナップの中でも最もパワフルなデバイスです。パフォーマンスを要求するような業務、作業、こういったところを主な作業にされている方にはぜひ選択いただきたいデバイスになります。このように Surface のラップトップノートシリーズも、ディスプレイのサイズですとかデバイスの形態の違いによってラインナップを揃えています。皆様の業務に合わせて最適なデバイスを選択いただくことが可能になっています。ご覧いただいた通り Surface には 2-in-1 で4つ、ノートタイプ、ラップトップのシリーズで3つのラインナップを揃えています。実機でのご説明の通りディスプレイサイズの違いですとか搭載する CPU の違い、 GPU の搭載の有無、またフォームファクターの違いなどもございます。皆様の業務作業の中で外出先モバイルでの利用シーンが多いのか、オフィスですとかご自宅での集中的な作業のシーンが多いのか、また作業の中でパフォーマンスを要求するような業務作業が多いのか、こういったところの様々な要件がある中でそれぞれに合ったデバイスを選択いただくことができるようになっています。ぜひこのラインナップご検討いただければと思います。 Surface の新製品情報については弊社法人向けの Surface の製品ページおよび Surface のブログ等で情報を発信しています。ぜひ引き続きご確認いただければと思います。以上で今回の動画を終了したいと思います。ご視聴ありがとうございました。